純平は倒れてる千鳥を抱え起こした。触らないでって言ったでしょ。千鳥、教えてくれよ。なんでこんな。一番怖いのは死ぬことじゃない。一番怖いこと、それは執着してしまうこと。そうなればなくすのが怖くなる。ものだって、命だって、何だって。だから私たちはいつだって今という瞬間を楽しむだけ。なのに純平は私にいらない苦しみを持ってきた。え？純平と一緒にいると怖くなかったものが何でも怖くなる。なくすのが怖い、死ぬのだって怖い、一緒の時間が終わっちゃうのが怖い。千鳥、この気配。どうした？ストレガの二人です。タカヤとジンがタルタルスの中からゆっくりとやってきた。あいつらやっぱり出やがったな、死に損ないどもが。千鳥、やはりもうダメのようですね。君は彼らに毒されてしまった。何がダメだ、ふざけてんなよこの亡霊野郎が。亡霊などではありませんよ。生に執着などしなかった我々を運命はそれでも生かした。私は選ばれたのです。てめえ、もう決めたぜ。てめえらにはもう指一本触れさせねえ。千鳥は俺が死んでも守る。純平は腕の中の千鳥を固く抱きしめ、千鳥、俺と来い。こんな奴らと言っちゃダメだ。避けろ、純平。純平は仲間を呆然と自分の腹のあたりを見下ろしている。そこには後から後から鮮血が滲んできた。純平。千鳥は倒れかかってきた純平をそっと揺さぶった。純平は動かない。よかった、気がついた。千鳥、あれ、俺確か、私間違ってたみたい。怖いのも心が痛いのも純平がいるせいだと思ってた。だって純平と会うまで一度もそんなことなかったから。でも純平に会って私初めて考えたの、自分がどうしたいかって。君のしたいこと？私、純平と一緒にいたい。ずっと一緒にいたい。俺だって君と。でも、辛いの。だってあと少しだから。私たちはあなたたちと違う。最初にペルソナを得た時から分かってた。ストレガが命を失う日。考えたらすごく怖かった。自分が死ぬ日のことなんて今まで一度も想像したことなかった。死ぬってもう会えないってことなのね。千鳥、だからね、これでよかったの。純平はこんなところで死んじゃダメ。俺が死ぬ？え？撃たれてない。純平は撃たれたはずの腹を触った。シャツは破れているものの傷は跡形もなく塞がっている。よかった、
じられん。蘇生させたのか。私のと逆。命を感じ取るんじゃなく放出するペルソナ。でもそれで人一人を蘇らせるなんて、そんなことしたら。よく。千鳥。純平は倒れた千鳥を抱きかかえた。聞こえる、純平の生きてる音。トクン、トクンって。これで私は純平の中で生きる。ずっと一緒。おい千鳥、しっかりしろって。何言っちゃってんだよ、おい。これからはね、私が純平を守るよ、ずっと。ああ、俺もだ。俺だって君を守るよ。だから。やっぱりいい気持ちだね。純平といるといい気持ち。千鳥。大好き純平。ありがとう。シドルの体は力を失い、純平の腕の中でずっしりと重くなった。シドリ、嘘だろ。シドリ、返事してくれよ。シドリ！愚かな、こんなにもくだらない最後を選ぶとは。くだらない。うん。うわー。純平は迷いなく召喚器を抜いた。うわー、ペルソナー。純平の強い思いに呼応するように新たな力が湧き上がる。メディア。純平のペルソナヘルメス、シドルのペルソナメディアと一つとなり、トレス・メギストスへと覚醒した。いっけほう、大した見せ物だ。ならこちらも相応の返礼をしなければ。高谷は不気味に微笑んでいるが、その足元はふらついている。やめときや、高谷。あんたには先がある。ここで無理したかって意味あらへん。私はもっと大きなことをなします。影時間を消す手立てのないあなた方など、もはや捨ておこうかとも思いましたが、いずれ決着をつける日も訪れそうですね。高谷とジンは身を翻してタラタラさんの中へと帰っていった。待てよ。純平は立ち上がろうとしてまた倒れ込んだ。純平、離せ。俺は彼女にもらった命だろ。託されたんだ、無駄遣いするな。千鳥。純平は千鳥の方にそっと触れた。千鳥、俺、こんなのきつすぎっけど、でもさ、俺一人の命じゃないんだよな。純平。寮に帰り着くまで純平は言葉を発しなかった。みんなも一人かける言葉を見つけられなかった。
23日か。はい。今日は勤労感謝の日で学校が休みだ。はい。というわけで、ペルソナ覚醒しましたね。間違った。リミコだった。夜のペルソナね。レベル36ってことで、使わないけどね。トリスメギストス。火炎無効。で、まあ、疾風に弱いのは変わってないですね。まあ、そんな感じみたいなんですけども、トリスメギストスって言っても聞き慣れないかなと思うんですけどね。これ確か錬金術の祖なんですよね。錬金術の祖だと考えられている伝説上の、まあ、人物なんですよね。で、これヘルメスと、同一視されてるんですね。ヘルメスっていうのは、ギリシャ神話のヘルメスと考えてもらっているんですけども、まあ、ヘルメスっていうのは、まあ、メリクリウスだっけ？メリクリウスはローマ神話だっけかな。まあ、ともかく、水星ね。水星の神様ね。そう。まあ、それと同一視されてるんですよね。というわけでトリスメギストスになったみたいですけども、まあ、多分使わないです。多分ね、ヨーリ君は使わないね。もったいないけどね。まあ、どっかでもしかするとレベル上げるタイミングがあるかもしれないけども、まあ、そんな感じかな。あ、そうだ、そうだそうだ、装備品、受胎アイテムね。これは重要で、これね、これ火炎属性によるダメージを無効化する。これ、絶対つけるみたいですね。というわけで、ステータス。火炎に弱いんですね、キリチョさんね。でもこれ無効化できたんで、まあ二属性無効になりました。これ晴れて無効になったな。まあそれが重要かな。まあそんなところですね。はい。というわけで、じゃあ今回、収録時間随分伸びちゃったけど、まあここで切ります。はい。ご視聴ありがとうございました。